大ちゃん、ね、はい、今日はオタクアキネータークイーズ。イエーイ。最近アキネータ流行ってるじゃん。流行ってますね。なんかね、ちょっと前にはなんかパソコンのやつが流行ったんだけどさ、最近はなんか YouTuber さんとかがねやってるからね、それに乗っかっていこうっていうね、そのんでございます。乗っかれるとか乗っかっていくかなお前ら。というわけでマーク2の方から私に、わかりました、やっていきたいと思いますんで、はい、いきますね。はい、アニメですか、特撮ですか。特撮って何。特撮って、あの実写のほら仮面ライダーみたいな。アニメですか、特撮ですか。実写ではないですね。アニメ。アニメではあります。アニメ。漫画がありますか。あります。当たり前さ、だって本気さ、こっちは本気よ。本物のアキネーターです。なるほどね。ジャンプですか、ジャンプコミックスですか。どうだろう、ちょっとわからない。映画化されましたか。映画化されましたね。劇場化されたね。なるほどね。鬼が出てきますか。鬼滅の刃。どうですか。違う。人じゃあ、鬼滅の刃に出てくる人ですか。そりゃそうだ。鬼殺隊の人ですか。そうですね。あの柱の一人ですか。いいえ、違います。かまど炭治郎。よしよしよし。実際これね、これ実際ね、これね、あのマーク2版も今撮ってたんですけど、ね、マーク2はポンコツすぎて分かんなかったですね。私はこれ楽勝でした。そりゃね、私あんま知らないもん。いや、だから知ってるやつを言ってるんだからさ。じゃあ次マーク2です。え、じゃあ私が思いついたやつを見てください。思い浮かべろ。はい、どうぞ。それはアニメですか。アニメですね。漫画化されましたか。されてます。漫画化が原作です。うん、劇場は。お前さっきの俺の手法を取ってきたな。おい、コピーしてくるな。なるほどね。目には目を、歯には歯をですからね。ああ、なるほどね。劇場にもなったよ。劇場にもなってましたよ。私たちが知っていますか。知ってるよ、みんな知ってると思う。みんなで見に行きましたか。いいえ。あなただけ。ああ、そうですね、子供の頃にあったと。じゃあ昔のアニメですね。まず整理しようか。漫画、アニメ、劇場全部されている。で、みんな知っている。名前は聞いたことある。おお、エヴァみたいになんかああいうロボットに乗って戦うものですか。いいえ。予想と全然違う。怪盗人間ですか。いいえ。超人ですか。はい。イエーイ。筋肉マン。ブー。じゃあ角が生えていますか。ああ、クソが。はい。正解です。クソが。というわけでね、はい、アキネータークイズ、これちょっとネタに困ったら使えるからさ、ちょいちょいやっていくか。はい、わ、はい、かりました。ネタに困ったらこれ出しますから。ネタ切れだったら。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。